3球投げてみようか。ジャンバー抜かなくていい。あ、別です。よし、じゃあコントロールを破る仕方、はい、ちょっと二人とも来てもらえるかな。まず基本の木、基本の木があってプレート何メートル径 ?13.11 で、ソフトボールは今は2ステップが OK なんだよね。2ステップが今多分これが2ステップ、2ステップって2回1回プレート2回目で投げてる。でこれ2ステップになるようになって体重移動が大きく変動することによって、もちろん頭だったり骨盤だったりというのが上下に動く。でそれによってコントロールが悪くなるっていう傾向がある。でそのために一番大事なのは左足、右ピッチャーだったら自由足が左足になるんだけど、今多分ここについてるね。で右足がここについてるね。でこれが一定のところにあればブラッシングが一定になればコントロールはつきやすい。で今見てたらもう試合やってるといつもアップはこんな感じ、こんな感じで、アップの時も13メートルで投げてるんだったら18メートルぐらい遠投してから15、6メートルぐらいから投げてプレートに入るっていうのが望ましい。やっぱり遠いところから投げて近くに来れば近いから早あのなんか近って思うじゃん。そしたらなんか調子がいいよ。でプレート一番大事なのはキャッチャーじゃなくてベースに向かってまっすぐ引きます。試合前だよ、試合前の5球投げる前。ルーティーンって分かるでしょ、バッターボックスとか自分らのなんか今日試合だから玄関を右足で出ようとか左足で出ようとかないない崩した右足から運ぼうとかさ、まあ、そういうみたいなもんでまっすぐ引いて歩数を測る。今あそこなんだよな、ここだったよね、測って。1、ちょちょちょ、それではバラバラにならね調子がいい時にはこっち1、2言うたらね2、3、4、5、6、7、8、8のつま先だね、つま先がここに。でここに線を引きます。で引いたよね。たらここ一番大事なんだけど、ここに左足を置く、自由足を置くんだけど、何かしろ相手のピッチャーだったり、こういう多目的グラウンドだったら穴がほいでるかもしれない。だ捻挫しやすい、怪我防止のためにもここを踏む。あ何もないね、あここに足行くんだなっていうのを確認する。これがルールです。で今8歩だったでしょ。これね人によって変わるんだけど、9歩の子もいるし10歩の子もいるし7歩もいる。これは自分の体感でから言えば、感覚から言えば幅跳びの歩幅が大体自分が行ける範囲かな。でこの範囲が左足ここでこの範囲、この幅が多分5歩ぐらいだと思う、ね、が一番ベスト。これが7歩ぐらいになったら後ろになっちゃうから、ジャンピングするあのルールの基本の木は自分が左足を置くところをしっかり投げる前は測る。 OK、はい、ということで一番は測る。で測ったら右足だよね、右足の延長上に左足が来るのが一番ベスト。
ベスト、うん、じゃあちょっとやってみよう。もうちょっと左足前だ、あ、右足、かかとがつけばいいんだけど、そうそうそう、そう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 、はい、オッケー、今見て左足まだこっちだよね。悪くはないんだけど、悪くはないんだけど、まだねここに入ってきて右足がここになるかな。そしたらまだブラッシングが当たりやすくなる。要するに左足が開いてるからブラッシングが当たる。じゃあ意識的にあそこに、行かないね、左足行こうとしてる、はい、そこにもう一回やってみる、はい、よし、